ラブーンは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の8番艦。艦名は、第二次世界大戦中に潜水艦 SS-265P との乗組員として、不時着水した飛行士の救助で、英雄的功績を残し、銀星賞を授与された、従軍牧師ジョネフラブーン海軍隊員に由来する。 ラブーンはバス鉄工所で1992年3月23日に寄港し、1993年2月20日浸水、1995年3月18日にダグラス D ・マクドナルド海軍中佐の指揮下で収益した。1996年秋、ラブーンはアーレーバーク級駆逐艦として初となるトマホーク巡航ミサイルをイラクの目標に向けて発射した。 1998年に、ラブーンは、教習揚陸艦、LHD-1 ワスプを機関とする水陸、両用側王軍と共に、北、大西洋条約機構の演習である、ダイナミックレスポンス98に参加している。2012年9月、南欧地域のミサイル防衛任務中であったラブーンは、ギリシャのクレタ島に寄港中のところ、同月11日の在イリビア米国領事館、 襲撃事件を受けて、翌9月12日に、不測の事態に備え、別海域を航行中であった DDG-74 マクファールと共に、リビア沖へ派遣を命ぜられた。2015年6月21日、ロシアによるクリミアの併合に抗し、ラブーンは、フランス海軍の情報収集官、デュピュリド・ロームと共に、国海に侵入。 翌日22日より、ルーマニア海軍のコルベットコントラーミラルイエウスタツーセバスティアンと2日間にわたり合同演習を実施。演習では、仮想的に扮したルーマニア海軍の艦上ヘリコプターによる攻撃を撃退した。6月27日、ジョージアのバトゥミに寄港し、ジョージア国境警備隊との訓練に参加。年月日、ルーマ科学攻撃の報復として、 アメリカ、イギリス、フランスが実行したシリアに対する攻撃に参加し、公開上から7発のトマホークミサイルを発射。ありがとうございます。